財布とバングルできました。ついにできた。できました。ついにできました。はい、もういろいろねやってもらって、うん、まあ前紹介したマニティっていうブランドをやってる、はい、朝子さんにお願いして、うん、まあ、アンドの別注、私たちのブランドアンドの別注で、はい、バングルと、うん、あとミニウォレットを、はい、依頼したんだけど、うん、まあ、それが出来上がってきたので、はい、今日は紹介をさせてもらおうかなと思います、はい、いいのできたよ。できたね。できた。マジでいいのできた、うん、でちょっとまあその動画見てくれた人は、うん、分かると思うんだけど、うん、まあ、今キャッシュレス時代で、はい、まあ、長財布を使ってたけど、うん、もう小さい財布しか使わないから、はい、で小さい財布探してたけどちょっといいのがないので、うん、もう作ろうかっていう、自分たちで作ってしまおうと、そうっていうところで、うん、マニティの朝子さんにお願いをした、はい、で、どういうふうに作るかっていう と、まあ、オーストリッチっていうキーワードがあって、うん、でその中から、オーストリッチの皮を使ったミニの財布 と、 であと、足の部分でね、はい、オーストリッチの足の部分を使ったバングルを作ろうっていう話になったので、うん、まあ、その2つを作りましたと。オーストリッチといえばね、背中の部分がやっぱ一番有名な。そうだね、まあ、このポツポツしたところね、クイール。あ、クイール。そう、クイール。でここがまあ特徴的なんだけど、うん、まあ、それを使って、でミニウォレットの方はクレイジーな感じに、うん、まあ、他の革も使いながら作ったもので、はい、で、バングルはちょっといろんなタイプを作りました、うん、はい。なので、まあ、こっちは、まあ、もし欲しい人がいれば、一緒に受注して作りますと、うん、でそれの今サンプルが上がってきたので、はい、でまあ、これは欲しい人がいれば受注して作りますと、うん、でこっちはもう少しだけなんだけどもう作ったので、うん、まあ、これはオンラインの方でもうすぐ買っていただけるので、はい、まあ、ちょっとそれを1個ずつ今日は紹介しようかなと、うん、はい、何パターンかあるんでね。そうだね、うんうん、じゃあ1個ずつちょっと説明していきましょうか。はい、はい、でまず財布から、はい、はい、まあ、こういう感じですね、うん、でちょっと1点ね、ここだけもともとフラップの部分はもう革本来の曲線を生かしてっていうことをやろうと思ったんだけど、うん、結構やっぱりその作る時にちょっと無理が生じるのでここはもうまっすぐに変更します、うん、これはちょっとサンプルなんで、うん、まあ、サンプルでちょっとやってみたんだけど、うん、やっぱ結構無理があったので、うん、まあ、ここはまっすぐになりますと、はい、で、この財布の、まあ、フラップの部分はオーストリッチの背中の部分だね、うん、はい、まあ、よく見るオーストリッチの革を使ってて、うん、で、こっちの本体の方は、まあ、ブッテーロっていうね、はい、牛革、牛革だね、うん、を使ってて、でこう開けると、まあ、カードケースがこことここに、うん、まあ、まず2つありますと、うん、で、お札の部分がここにあります、はい、で中はオレンジになってて、うん、でここのお札の中のところにも1個カードケースが見えるかな、見える、うん、見える、カードケースがあります、ね、でここはもうスイカとか、うん、まあ、そういうのを入れて、まあ、一番外側にこう近いところに来るから、うん、まあ、これでピッてした時に反応しやすいようにここにつけてます、はい、で中のまあカードケースのところもちょっとこう脂肪感があるドイツシュリンクっていうのを使って、うん、まあ、結構革をクレイジーで使う感じだね、うん、で反対側に行くと小銭入れがあって、うん、はい、まあ、僕らのアンドのブランドでも使ってるこのエクセラファスナーね、うん、YKK のまあ最高峰のかなり滑らかなこのジップの滑りなので、はい、まあ、これを僕らは好きなのでこれを使ってて、うん、で開けるとまあ小銭が、マチ付きの小銭のコインポケットがついてる、うん、結構入るよね、このサイズ感の財布にしては結構入る、うん、結構入る、うん、まあ、大体入らないやつが多いから、うん、まあ、ある程度小銭がまあお釣りでもらっちゃっても大丈夫ですよと、うん、まあ、キャッシュレス時代って言っても結構 ね、 そうね、なんかまだ現金しか使えないみたいな時もあるから、うん、ゼロはちょっとね、そうだからゼロにはできないのでそれに対応しながらできるような、まあ、使えるような財布、うん、っていう感じでこの財布を作りましたと、はい、でなのでこれはもう俺とサッシーが使いたいから作るやつなんで、うん、
まあ、これもし欲しいっていう人がいれば、はい、あのオンラインにアップしておくので、うん、まあ、これは受注生産っていう感じになるから、そうだね、まあ、年内にお届けみたいな感じかな。うん、そうだね、年内だね、ほんと年内だね、そうっていうぐらいの感じかな。僕らとお揃いでもよければ。そうですね。とりあえず世界にも2個しかない。そう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 。そう、まあ、だからもし買ってくる人がいたら、まあ、世界に3個になるのか、まあ、そういう感じだね。そうだね、うん、これもでも数も限りあるから。そうだね、うん、これはそんなにこう多く作れないので、うん、ちょっとその数っていうのは少ないので、はいはい、まあ、もし欲しい人がいればこれは、うん、はい、まあ、大きさ的にはこのぐらいかな、うん、手でこう持てるぐらいの感じかな。まあ、なんでポケットとかに全然入ると思うから、はい、うん、っていうのがまず財布です。財布で、はいはい、じゃあ次バングルいきますね。はい、じゃあバングル、はいはい、紹介していきます。で、バングルはいろいろあって5種類作りました。はい、うん、まあ、なんかこんなのもいいな、あんなのもいいなっていうのが、うん、ちょっといろいろ作ってもらったら、じゃあもう全部作ろうね。そう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 。5種類できましたと、はいはい、で何が違うのかっていうのちょっと説明していくので、これは、まずオーストリッチ の、 そのダチョウのね、うん、足の部分の、うん、裏側のところね、細いところの真ん中、うん、まあ、オーストリッチレッグの皮なんだけど、ね、うん、を使ったバングル、うん、で、まあ、細めのバングルにはなるんだけど、まあ、そこの部分を使って、で後ろはこう2箇所で留めるようなタイプ、はい、ちょっとね、まだ最初だから出来立てなんで、うん、多少馴染むまで硬いんだけど、ここでこう取り外すって感じ、はい、で中にはあのマニティのブランドネームと、うん、あと、まあ、アンドのスラッシュ、はい、であとは、このアスタリスクが入って、はい、まあ、コラボのロゴがプリントされてますと、うん、っていう感じなので、まあこれあの置いてると結構オレンジで中派手な感じなんだけど、うん、もうすると全く黒にしか見えないので、まあ、そういう感じのちょっとしたあの遊び心ですね、うん、で、あとこの留めるギボシの部分ね、うん、留め具がゴールドだから、うん、まあ、これもちょっとした時にアクセントにはなるので、これ真鍮だね。そうだね、そうだね、うん、なのでここがちょっとアクセントになるから、うん、まあ、こういう感じでね、まあ、少しシンプルながらアクセントがありますと、うん、っていうのがまず1個目、はいはい、でこれはもう本数で言ったら、これがもうこの状態のものは1本しかありません、うん、で、同じ革を使ってこっち、はい、これは、全く同じなんだけど、うん、ちょっと後ろの部分が変わってて、さっきの仕様とは、はい、これで2段階の調整ができるようにしてあります、うん、なので、まあ、こっちではめる、外ではめると男性ができるぐらいの感じで、うん、で内側ではめれば女性でもはめれると思うので、そうだ、ね、まあ、これはちょっとユニセックスみたいな感じで、うん、まあ、例えば夫婦とか、まあ、カップルとかで兼用で使うみたいな感じの人とかにちょっとおすすめ、うん、そう、うん、だからロゴもちょっとね、そう、こっちはね、うん、少し小ぶりにしてます、うん、っていうのが、まあ、このオーストリッチレッグの真ん中を使ったのはこの調整できるタイプと、あとこっちの2つね、うん、ギボシが出るタイプ、柄はやっぱちょっと個体差あるんで、うん、ね、そうだね、うん、ここまあ多少ねやっぱり激しく出てる方とそうじゃないのっていうのもあるんで、うん、まあ、これがリアルなね、この革の、ね、そうだね、うん、っていうのがまずこれが1本ずつね、うん、はい、で次これ、はい、これはオーストリッチレッグの、真ん中の部分じゃなくて横側のところを使ったやつね、うんうん、これはねかなり品があって大人っぽい、上品、うん、上品、うん、でこれも、後ろのところはこういう交差して留める仕様ね、はい、2箇所で留める仕様です、うん、こういう風にで中は同じくロゴ、うん、なので、まあ、こっちはねよりシンプルな感じになるかな、見た目的には大人っぽい、こっちの方が、ね、うん、かなり大人っぽいね、こっちは、うんうん、もう見た目も結構細かい、こう、まあ、なんかヘビに近い感じだね、これは、うんうんうん、っていう感じの雰囲気感ね、うん、だからこっちの方がなんかよりね大人っぽい感じがする、うんうん、でこれが、本数が4本、はい、あ、そうだね、うん、こっちのタイプは4本だね、そう、うん、このオーストリッチレッグの横側ね、うん、サイドのやつは4本ありますと、うん、でじゃあ次、はい、これはね
結構こだわったよね、うん、これさっきのオーストリッチレッグの真ん中の部分とサイドの部分をここで真ん中で切り替えてるパターンだね、うん、一応まあアンドの代名詞であるスラッシュをイメージしてそうだね、うん、っていうのをまあ作りましたと、はい、で裏の仕様はもうさっきと一緒、うんまあ、ここで2箇所で外れるタイプなので、うん、で中にはプリント、はいはい、でこれは一緒なんだけど、まあ、2つの革をまあ同時に楽しめるパターンなので、うんまあ、これはかなりおすすめかな、うんうん、かっこいいよねこれ。これかっこいい、うん、でこれは1本しかないすいませんこれ1本しかないんですよ、うん、かっこよくできたよねこれね、うん、かなりね、うん、っていうのがまあこれですね。そう革がねないんですよ。そう革がちょっと手に入ってるのが限られてたので、うんまあ、なのでこれはちょっと1個しか作れなかったんだけど、はい、まあこれはあります、はい、1本ね、はい、でもう1個、うん、これサイズがちょっと太い。そう、うん、これはさっきまでの細いタイプとは違って、うん、太めのバングル、はい、でオーストリッチのレッグの真ん中と、うん、あとサイドを、うん、もうこの2個重ねたような感じ、ね、そうだね、ドッキングしたような感じだね、うん、でこれね後ろはね2個で留めるタイプになって、うんうん、でこれ外すと、まあ、プリントがあって、はい、で、まあ、こう見てもらうとこういう感じに重なってる、うん、ちょっとあの湾曲したような感じで重なってるから、うん、まあ綺麗にまっすぐ重ねたわけじゃなくて、そう多少この曲線を描きながら重ねたみたいな感じなので、うん、これね存在感があってこれもいいよ、これかっこいいよね、 ねこれつけた時にかなりね、うん、これは、まあ、男性の人にはねこれ結構おすすめだね、うんまあ、でも女性がしてても結構かっこいいのかもしれないけどね、うん、まあでも存在感がこれはあるね、かなりだいぶね、うんうんまあ、なのでこういうちょっと今紹介した5種類がありますと、うん、でも財布は受注生産なので、うんうんうん、欲しい方がいればまあ、俺とサッシーが作るのに、はい一緒に生産しますという形ですね、うん、あで財布中にロゴが入るからあそうだね、うん、財布のこのオレンジのところの内側の見えるかな、このポケットの部分に、うん、おそらくそこに、ねうん、ロゴが入るので、まあ、なのでそこだけこのロゴが入りますよということですね、はいはい、でバングルは、もうこの動画が公開された後に、うん、オンラインサイトの方で販売してますので、そうだね、うんまあ、両方か両方だ、ね、そう財布も受注は今日からもうやっちゃう。で両方とも、オンラインサイトの方で、うんまあ、この動画がアップされた9月11日の、まあ、動画がアップされた後、8時半から動画アップするので、9時から21時だね。そう、うん、21時から、販売開始しますので、うんまあ、気になる方は見ていただけたらと思いますので、はいはい、これちょっと秋冬のもう立ち上がりの始まりっていう感じで小物を販売するんですけど、うん、また今度洋服の方はね、うん、今作っているので、まあ、それも近々発表しますのでそちらも見ていただけたらと思いますので、うん、結構かっこいいものを作ってますんでお願いします、はいはい、という感じですね。はい、はい、でした。でした。